あ、やってみよう。自由ができるっていう。別府の駅です。このお土産さんでは鹿児島ラングドシャが1位、鹿児島のポークレットが2位、3番目がクリームポークレット抹茶だそうです。もう駅から車で5分、東海さんに着きました。今日は小暮音がにします。部屋の露天風呂から海が見えます。いいね。かけ流し源泉、足もついてる畳のいい感じですね。嬉しい。2つあるのがいいですね。こんな感じです。そしてこちらがベッドであります。和洋室になってます。今ねサービスでハイネケンと冷蔵庫のお土産、冷蔵庫のものは飲んでいいそうです。やったね。さっき売店で売っていたここのメーカー米せんべいでございます。なんかすごい懐かしい味。わかるわかる、人気なの。それでは大浴場に行ってみたいと思います。今時刻は5時です。7時からご飯にお出かけしているので、ゆっくりお風呂入りますね。ここから露天風呂です。どんな感じなんでしょうか。こちらが大久保の湯で友方、こちらが女性ですね。赤玉湯入っていきたいと思います。ここからはまた後でね。伊勢海老ですね、はい、それであのタコ、それ、はい、だってカンパチと、それでサーモンですね、はい、それでこちらで召し上がってください。それでこちらの方がふぐ刺しですね、はい、このポン酢で、はい、それでこちらが前菜、はい、ありがとう、前菜となってまして、ね、はい、味がついてますので、はい、エビ、これエビですね、はい、それでこちらがあのホタルイカ、はい、こちらがね、鯛のね皮なんですよね。はい。
それでこちらの方が砂ずり、はい、それでこちらがね赤雲のね西京焼きで味噌でこうやってやってるんですよね。それでこちらの方がですね、はい、それでこちらの方がねすき焼きでね大分名産のね豊後牛でございます。すごくね柔らかくてね美味しいです。それでこちらの方が地鶏の釜飯です。はい、火をつけて、はい、それで、ね、すき焼きなんですけど火をつけ、食べるとすぐね火をつけられましたらお肉をねもうすぐ入れてください。そうしないとね上まで見えませんので下目に入れたらこう裏返していただきますか。あとは後出しは茶碗蒸し、パイ包みグラタン、エビ天、それでデザートが参りますのでね最後に、はい、どうぞごゆっくりと召し上がってください。それではいただきます。やっぱりこれはこのやっぱり整理の作り方でしょうね。美味しいです。甘くてね、なんていうかふわっとしてて整理ね、甘くならないので。これは昆布刺しです。刺身がやっぱり新鮮ですね。これでございます。うん、あ、ネギが出てきた。これ今ね、釜飯を炊いていただいております。30分でできるそうです。今日も一日お疲れ様でした。いただきます。うん、今旦那くれてきました。お部屋のお風呂が最高です。冬の湯気で煙っていますが朝6時半です。今このお風呂いただきました。綺麗に海が見えます。おはようございます。おはようございます。朝ごはんの時間が来ました。また気分がご飯が広がっております。こちらは味噌汁ですね。朝は食べないのでどれだけ食べられるかな。お部屋の外には海が見えます。湯煙でございます。あっちもこっちも、あっちもこっちもすごいやっぱり湯の町ですね。湯の里、お風呂の後なんで髪がボサボサですけど海地獄に着きました。とりあえず入ってみたいと思います。行ってみよう。すごい匂ってきた。すごい匂ってきました。今この硫黄の匂い、この温泉の匂いがすごいです。わ、すごい、煙すごくない？これ、一回こっち行くんだ。お土産を通らないといけないっていう。うわ、すごい。すごい青いよ。うわ、ここすごい、ここ。
海地獄でございます。本当怖いよ。こんなとこ落とされたら怖い怖い、焼け出しちゃうよね。危険。楽しいね。なんか観光地だからお土産もあったり、人が楽しそうだったり、家族がみんな笑ってたり、笑顔がいっぱいですね。海地獄っぽいアイスです。ちょっとシャーベットっぽいですね。うん、ラムネのお家です。温泉もありました。ウニ石の湯、ポーズ地獄も見れます。すごいね。石からすごい煙、湯気が出てますね。あと下からボコボコ、暑いんだろうな。ローズみたいに見えますね。ローズ地獄。
ぜか血の池地獄に UFO。 なぜかサヌキがいる血の池地獄でございます。いや本当だ本当だ、なんか真っ赤というか口の色だね。口の色だね。口だねこれ。すごい。絵はがきみたいですね。血の池地獄のなんとなくと湯気が昨日でも湯気が来たって優しい湯気が上がってふんわりふんわりなんとなく鉄の匂いがします。ブクブクはしないでしょ。熱湯って鬼が言ってるよ。横から見てもすごいね。こっちの方あの浅瀬になってるんだけども熱そう。この血の池南港というのはどういうものなんでしょうか。殺菌力が皮膚病に効く。殺菌力が皮膚病に効くってよ。すごいね、これ。水溶性粘土でできていて、温泉成分でできる皮膚病の塗り方で、赤切れとか霜焼け、かかとの割れ、殺菌作用がすごくあるので、ニキビ、水虫、やけど、虫歯までもかゆく。本当に山深い中にある、この血の池地獄。自然の脅威を感じますね。自然がクリエイトしたアートとも言えるかもしれませんね。すごい威力。俳句の高浜虚子先生は自ら早もみじしたる池畔かなと言ってますね。本当に読み方合ってるのかな。血ではなくて早もみじと歌った高浜虚子さん、さすがですね。ここにある足湯、ちょっと赤いですね。見ていただいてありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。 See you next time.